クラークスデールは、アメリカ合衆国ミシシッピ州の北西部、コアホマ軍の都市であり、同軍の軍庁所在地である。ミシシッピデルタ地域にあり、農業の中心である。多くのブルースミュージシャンを輩出してきた。氏名は設立者、ジョン・クラークから取られた。2010年国勢調査で、の人口は17,962人だった。ヨーロッパ人開拓者が、地域に入ってくる以前、 直東族と地下層族インディアンがミシシッピデルタ地域を占有しており、現在クラークスデールとなっている場所は重要なインディアン道の交差点だった。ジョージア州オーガスタから西のニューメキシコ州まで伸びるローワークリーク交易道と北東のポント特トに伸びる着地馬交易道だった。インディアン移住法のもとに最初に強制移住させた条約は八百三十人ダンシングラビット。 クリーク条約であり、現在のミシシッピ州にあった直東族の土地約1100万エーカーをオクラホーマ州の約1.500万エーカーと交換させた。同様に1837年には地下創族の移住が始まり、オクラホーマに移ってからその最西部の土地のために直東族に53万ドルを払った。インディアンの排除後、肥沃な土壌が綿花栽培に適していた。 デルタ地域に白人開拓者が移住した。クラークスデール地域にはいくつか綿花プランテーションが設立され、町はすぐにコットンベルトの金色バックルと呼ばれるようになった。1848年、ジョン・クラークが地域の土地を購入して町を設立し、製材事業を始めた。クラークは近くにプランテーションを所有しており、終戦室のアメリカ合衆国上院議員を呼び、 州知事を務めることになっていた、ジェームズ・ラスク・アルコーンと議兄定でもあった。クラークス・デールは1882年に法人化され、1879年には、ルイビル・ニュー・オーリンズ・テキサス鉄道が開通していた。1886年、町の区画が整理されたが、通りが舗装されるようになったのは1913年になってからだった。 少なくとも1940年代まで、デルタ地域の綿花栽培の基本は、アフリカ系アメリカ人の労働力を後半に使う、ことだった。1860年国勢調査による、コアホマ軍の人口は、白人1521人、奴隷5085人だった。ちなみにジェームズ・アルコーンは奴隷を77人、所有していた。奴隷制度が廃止されると、即座に、 古作性と呼ばれる経済制度に移行し政治的には人種分離が並行して進んだ。歴史家のニコラス・レマンは黒人の大半が面株畑以外に生きていく機会がないことを確認することで古作性という拘束力を人種分離が強い南北戦争の後のレコンストラクション時代、ミシシッピ州の黒人と貧乏白人は普通選挙を規定した1886年新憲法の 恩恵を受けた。これは選挙権と非選挙権の要件から資産資格を外し、周発の公共教育制度を定め、資産の所有と継承にあたって人種差別を禁止し、旅行の際に公民権を制限することを禁じた。しかし、得られたものは短命だった。1875年には、白人民主党がミシシッピ州の役人を独占し、 法的人種差別である事務クロー法を導入した。このことでクラークスデール人種暴動と呼ばれる事件への背景を作った。ビルピースという元奴隷が北軍に仕え、戦後はクラークスデールに戻ってきていた。ピースは元の主人を説得してプランテーションへの泥棒を防ぐ受刑団結成を認めさせた。1875年10月9日、 クラークスデールの白人が、ピース将軍はその舞台で町を襲って燃やし、白人すべてを殺す準備をしているという噂を聞くようになった。白人の民兵隊が結成され、ビルピースの革命は間もなく鎮静化された。同様な武装黒人の革命という影に怯えて、州全体で白人民兵隊が結成された。ニコラ・スレマンは、小作制の設立と同様に、 南部においてすべて白人の民主党に権力が戻すことは白人にとって伝説に包まれるようになったほどの発展だった。多くの町は白人南部の再生について独自の神話を持っている。クラークスデールでは1875年10月9日の人種暴動の話であると記している。クラークスデールの歴史の中で大量の人々が出たり入ったりしたことがあった。 1920年以前、デルタのプランテーションは常に労働力を必要とし、多くの黒人家族が、ザクミ実りとして地域に入ってきた。第一次世界大戦後、プランテーション所有者は、ミシシッピ州のよそから、デルタ地帯に働きに来るよ国人に、奨励すらしていた。この時までに、クラークスデールでは、デワノン人、イタリア人、中国人及びユダヤ人商人の混ざる。 多国籍文化が生まれていた。1920年までに、免課の価格が低下し、デルタ地帯に住んでいた多くの黒人が地域を去り始めた。イリノイセントラル鉄道が、クラークスデールで大きな駅を運営し、北部でより大きな経済機会を追求する者たちに、シカゴ行きの経路を提供した。間もなく多くの者が出発点に利用するようになった。九百四十年。 三つの出来事が起きて、クラークスデールからアフリカ系アメリカ人の脱出を加速させた。第一に、綿花の栽培が機械化されて、商業的な生産が可能となり、大量の低賃金労働者に対する需要が減った。近くにあった28エーカーのホップソンプランテーションでは、インターナショナルハーベスターカンパニーが一列の綿花畑を1946年に機械化した。土壌の準備。 種まき、借り入れ、樽詰めがすべて機械で行われ、害虫は炎で駆除された。第二に、多くのアフリカ系アメリカ人が第二次世界大戦の GI として戻り、デルタ地帯ではほとんど雇用機械を見つけられなかった。第三に、全米国人地位工場協会の代表であるアーロン・ヘンリーのような人物に対する暴力という形で現れたように、 人種間の対立感情が加速されたことだった。アフリカ系アメリカ人の大移動は、アメリカ史の中でも最大の人の移動となり、クラークスデールとシカゴ及びワシントン DC の三角形で、ニコラス・レマンの賞を得た著作、約束の地、黒人大移動とそれが、いかがにアメリカを変えたかに物語られている。後に、テレビのヒストリーチャンネルがこの本に基づくドキュメンタリーを制作し、 クラークスデールのマディティレストランとグラウンドゼロブルースクラブの共同経営者でもあった俳優モーガン・フリーマンがナレーションを担当した。クラークスデールは公民権運動で活動的だった。1958年5月29日、マーティン・ルーサーキング・ジュニアが初めて南部キリスト教指導者連盟の主要会議に出席するためにクラークスデールを訪れた。1960年、 地元薬剤師、アーロン・ヘンリーが全国国人地位工場協会の集代表に指名され、クラークスデール企業の2年間ボイコットを組織することになった。1962年、キングが地域周遊の第一点として、クラークスデールを再訪し、1000人の聴衆に数千人で立ち、座り、歩こうと呼びかけた。ヤズ ミシシッピバレー鉄道とイリノイセントラル鉄道のクラークスデール乗客駅1900年代初期、この建物は現在デルタブルース博物館になっている。クラークスデールは北緯34度11分52秒成形90度34分19秒。 北緯34.19778度成形90.57194度、34.19778-90.57194に位置しており、ミシシッピデルタ地域の中心部、サンフラワー川岸にある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は13.9平方マイルであり、この内陸地13.8平方マイル、水域は0.1平方マイルで、 水域率は0.07%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。コアホマコミュニティカレッジがクラークスデール北部にある市内の公立学校はクラークスデール市教育学区が管轄している。9つの学校があり、児童生徒数は3600人である。学区に含まれない公立高校のコアホマ農業高校はコアホマ軍未編入領域にあり、 コアホーマーコミュニティカレッジのキャンパスにある。クラークスレール市からは北に約4.5マイルである。市内の私立学校には以下のものがある。ブルースのギター奏者、ロバート・ジョンソンが悪魔に魂を売ったという伝説がある交差点。クラークスレールはブルースの歴史において重要な位置を占めていた。現在整備されているミシシッピブルーストレールでは、 クラークスデールのリバーサイドホテルのような場所に標識がある。ここでは、ベッシー・スミスがアメリカ国道61号線で自動車事故にあった後に死んだ。リバーサイドホテルは市内に多くあるブルースの名所の一つである。賞を得た写真家でジャーナリストのパニー・メイフィールド、雑誌、リビング、ブルースの創刊者、ジム・オニール、弁護士のウォルター・トンプソン、スポーツジャーナリストの父、 ライト・トンプソンなど、クラークスデールの音楽遺産を保存しようという初期の支持者がいた。1995年、マウント・ザイオン記念基金の設立者で、ニュージャージー州ニューブランズウィックの名品ギターのディーラー、かつデルタ、ブルース博物館設立者、シド・グレーブスの友人、スキップ・ヘンダーソンが、イリノイ・セントラル鉄道の乗客駅を買収し、計画されていた解体から救った。地元事業家、 ジョン・レビングストンやデルタ・カウンシルからの援助もあり、ヘンダーソンは、連邦政府からの助成金127万9千ドルを受け取り、乗客駅を回収した。これら再開発の資金は、クラークスデールの試験察官ハンター遠い報道の助言によって、コアホマ軍に移され、当時市長だったヘンリー・エプシーが言い出した言葉に、従って、ブルース・アレイと呼ばれる観光地を作った。 デルタ・ブルース博物館の人気とサンフラワー側ブルース祭やジューク・ジョイント祭が成長したことで市の観光経済を活性化させた。デルタ・ブルース博物館1979年後半、カーネギー公共図書館支配人、シド・グレーブスが一連の展示を始めたものが後にデルタ・ブルース博物館の核になった。グレーブスは無関心な街と扱いにくいことの多い図書館。 理事会の面前で、独力で、博物館の始まりを育て、時には、図書館のスペースを断られ、自家用車のトランクに展示物を収めたこともあった。できたばかりの博物館が、ハワード・ストーバル・ジュニアとの接触を経て、ロックバンド、ダブル・ゼータ・トップのビリー・ギボンズに、たまたま発見されたことが、このバンドのペットプロジェクトとして、デルタ・ブルース博物館に、 全国の注目を集めさせることになり、全国的な認知を得るに至った。1995年、当時クラークスデールでは、唯一の見どころだった。この博物館が新しく改修された、図書館の大きな部分を含むようになったが、依然として、カーネギー公共図書館理事会のきつい支配下にあり、理事会は、グレーブスが重病になった時に首にした。グレーブスは2005年1月に、 ハッティズバーグで死んだ。回収された図書館から移転する中で、1996年の大半は政治的につながりのあった元ウィスコンシン生まれのロン・ゴーセングナーの指導下にデルタ・アベニューの転換された小売店にあった。1997年から1998年、コアホーマ軍が別の博物館理事会を結成する費用を提供し、主に社会的に著名になった。 地元白人ブルースファンで構成された。理事会は隣接するイリノイセントラル鉄道の貨物駅を改修し、高級的なデルタブルース博物館とすることになった。クラークスデールはミシシッピブルース委員会から州内におけるブルースの発展に重要な役割を果たしたと認められ、ミシシッピブルーストレールの場所として歴史標識を受けている。この標識はストーバル道路沿いにあり、 著名ブルース人、マッキンディー・モーガン・フィールド別名、マディ・ウォーターズが小屋を建てた場所とされているが、これを事実と実証されたことはない。モーガン・フィールドは、大型のストーンバルメンカプランテーションで働いていた1915年から1943年まで、そこに住んだと考え、その経過は、作家、ピーター・グラルニックの著書、ロックに住むブルースに描かれている。二つ目の歴史標識は、 リバーサイドホテルに置かれた。そこは、ブルースのエンタテナーが、デルタ地域を通過する時に止まった。2009年8月、クラークスデール生まれのサムクックに捧げた標識が、ニューロキシー劇場前に上幕された。ありがとうございます。